はい、こんにちは。今日はですね、またラジオ少年よ大将抱けっていう話でね、真空管ラジオ作ろうよっていう話で、ちょっとあまり他の人がやっていない形の真空管ラジオなんですけどね、これ前に作った B 電源が30、これは今 36V、006P4 本直列で 36V を B 電源にしてます。で、12V のあのヒーター電圧は、低電圧電源から取ってますけどね、感電しない、怖くない真空管電子工作アンプですね。これにかまぼこ板、これなんですけど、要するにゲルマニウムラジオなんですよ、これ。ゲルマラジオ、かまぼこ板のね。で、私ちょっと自慢としてはですね、今時このですね、バリコンが珍しい、AM ラジオ用の一連バリコンですよね。なんかヤフトオクとか出てるの見てても、なんか、FM チューナーからぶっ外した二連バリコンもよく出てますが、AM ラジオの一連バリコンってなかなかないんじゃないかなと思うんですけど、だからこのコンパクトなかまぼこ板にね、ゲルマラジオがうまくエアバリなのに、乗せられているっていうことなんですけどね。まあだから結局これはエアバリと、コイルと、ここにダイオードがあるんですけどね。それでこれが、当然、イヤホンで聞けるということで、イヤホンで聞けるというのは聞こえてますけど、ちょっと YouTube じゃ見れないと思いますんで、こちらのですね、この、これは双三極管ですね。今 12BH7A っていう真空管を2段増幅にして、でこのスピーカーから音を出すっていう、このアンプなんですけど、このゲルマラジオの、いわゆるそのオーディオ出力をこの真空管アンプに、当然入れればある程度音が出るんですけどね。ただB 電源が 36V だっていうのと、そもそも 12BH7A って電力増幅用の真空管じゃないんで大きな音は出ないんですけど、一応ラジオとして機能してますよっていうのをちょっとね、やってみようかなというふうに思います。かまぼこいたゲルマラジオって可愛くないですか。これね、金発のかまぼこ、ここ名古屋なんでね、気分とかあんまり売ってないんですよね。金発のかまぼこの板をですね、ゲルマラジオにしたんですけどね、やっぱゲルマラジオはかまぼこ板ですね。できればエアバリを使いたいですよね。そういうので言うとですね、なかなか美しいゲルマラジオじゃないかなと思うんですけどね。さあ、これを、このゲルマラジオをですね、こちらの、真空管アンプね、36V、感電する心配ないですよ、006P4 本直列で、乾電池の、B 電源で鳴らしている真空管アンプにつなげてみます。一応ちゃんとスピーカーからね、このハードオフで買った330円の、スピーカーからですね、音は出ますよ。小さいですけどね、音。音を出してみましょう。このオーディオアウトプットをここにさせるようにしてあるんです。このゲルマラジオはね。で、あとは、これに電源を供給すればいい。すでに、これ今 B 電源、36V は供給済みですけどね。まあこれ供給してあっても、ヒーター電圧がかかってないので、まあこの 36V は全く電流流れてないです。じゃあちょっとこの真空管にね、火を入れてみましょう。はい、この今、12BH7A に 12V のね、火が入りましたけどね。これで一応、ね、ゲルマラジオの音を 12BH7A 双三極管の、アンプで鳴らしているという、そういうことですね。これ今、名古屋の NHK 第一ですね。まあゲルマラジオなんで、アンテナをもうちょっとね、ベランダから張り出すとかね、そういう風にしてゲルマラジオとしての音を大きくすれば、このアンプの音も大きくなると思うんですけど、
今イヤホンで聞いてても、まあ、あんまり大きい音じゃ聞こえてない状態で増幅するとこんな感じですね。で NHK はもう一つね、なんかね、受信状態が電波弱いんですよね。まあ、とにかくですね、そういうことなんですよ。ラジオの実験としてはですね、ゲルマラジオ真空管アンプで増幅して鳴らすと、しかもですね、感電するのが怖くないように B 電源をですね 36V にしてしまったと。それでも一応ちゃんとスピーカーから音は出てるぞという、そういう検証動画でしたね。やりましょう、ラジオ少年、楽しいですよ。なんかね、 AM ラジオ、近い将来本当に止まっちゃうかもしれないんでね、止まっちゃう前に AM のラジオは一番作るの簡単ですから。であと真空管とも相性がいいですからね。はい、まあ、ハードオフでね、330円のスピーカー買ってきてもね、ラジオの音聞くぐらいだったらこのスピーカー全然十分使えますしね。はい、本日はご清聴ありがとうございました。